スマートメディア、スマートメディア、スマーティメディアは、東芝が開発したメモリーカード、フラッシュメモリメディアの通称。東芝、オリンパス、富士写真フィルム、当時、東京エレクトロンセガの5社で結成した SSFDC フォーラムによって、企画策定され、1995年から市販された。CFSD などでも幅広く採用された難度型、フラッシュメモリを用いている。 正式名称は SSFDC ソリッドステートフロッピーディスクカード半導体フロッピーディスクカードである。スマーティメディアの商標から SM と略される。サイズは長さ 45.0mm 幅 37.0mm 厚さ 0.76mm と極めて薄く重さは 2g。 データ容量は1997年までに 500KB、2MB、4MB の製品が出荷され、1998年に 16MB、1999年に 32MB、2000年に 64MB、スミドのみ、2001年に 128MB、スミドのみが市販化、発売された。駆動電圧は 5V 内いし 3.3V で、 メディア上部の切り欠きが左にあるのが 5V、右にあるのが 3.3V である。ただし、5V 駆動のカードは企画発足当初の、ごくわずかの期間が流通したのみで、小容量の製品しかなく、対応機種もごく少ない。ライトプロテクト、書き込み禁止機能があり、カード、中央右寄りの部分に付属品のプロテクトシールを、重複することで、書き込み、追記、消去。 フォーマットアクセスができなくなる。1999年秋には、欧米で商用化が始まった、有料音楽配信サイトからダウンロードした、コンテンツを、スマートメディアに移動させて、MP3 プレイヤーで利用する際の権利者保護のため、全米レコード協会とメジャーレコード5社が策定した、スタミーに準拠させるメディアごとに、固有の128ビット ID、A、を付加した。 ID 付きスマートメディア、スマートメディア ID が登場した。ID 機能を利用しない機器でも、介護完成により、問題なく利用できるため、市販化以降、ID なしの製品は、市場から姿を消している。スミドは、1999年12月に発売された、マジックゲートメモリースティックや2000年発売の SD、メモリーカードとは異なり、 カード自体に著作権保護のための暗号化技術、CPRM を備えておらず、固有の ID を接続機器に認識させるのみで、コンテンツ側で ID を元にしたデジタル、著作権管理の適用が必要となる。スマートメディアの開発者たる東芝は、1999年8月にサンディスク、松下電気産業らと組んで SD メモリーカードを開発し、 富士フィルムオリンパスと他元を分かった。セガと東京エレクトロンは1997年以降表だった活動はしていない。ただし、東芝はスマートメディアを採用した各種製品を2002年まで発売していた。2001年には当時世界初のスマートメディアと SD カードに対応、共用した PC カード型 R、W を発売している。 富士フ,フィルムとオリンパスは2002年に大容量化が可能である XD ピクチャーカードを開発し市販開口に発売された両社製品デジタルカメラで記憶メディアの移行が進められたスマートメディアとは一切互換性がない2005年3月7日東芝はスマートメディアの生産から一部を除き撤退することを決めたまた業界団体の SSFDC フォーラムも2007年5月で解散。これにより、スマートメディアの新規生産は完全にストップしたため、新品メディアは市場流通在庫のみとなっている。富士フィルムとオリンパスでは、スマートメディアを使用するカメラユーザーために、ネット直販サイトにて修理部品扱いで売り続けているが、在庫限りのため販売量を1ユーザー1枚に限定している。 現在でもスマートメディアを使用する製品はエレクトーン、ステージアに代表される電子楽器を除いて、おおむね2002年以前に発売された製品に限られている。コンパクトフラッシュ SD、メモリーカードメモリースティックとは異なり、i、o デバイスを搭載する機能はない。3.5インチフロッピーディスクドライブ、FDD で読み書きが可能になるフロッピーディスク。 FD 型のアダプタである。動作にはコイン型電池を必要とする。内部の回路を通じて、FD の磁気ヘッド部分と SM 間で、リード、ライトが可能であり、特別なメモリーカードリーダーライタなどの追加ハードウェアが、いらない利点があった。大容量化に対応できなくなったこと、読み出し書き込み速度は FD 並みであり、他メディアに劣るなどの問題があるため、近年では、 FDD を用いた一部の計測器や電子楽器の FD の代用として使われ、程度となっている。メディア上にコントローラ部分を持たないため、非常に薄い構造になっている。構造が単純なため、コスト面でも、他規格に比べ有利だとされていた一方、コントローラを機器側に内蔵しているため、メディア側の電圧変更や大容量化などで互換性問題を生じることも多く、 以下のような現象が生じユーザーの不評を買った。スマートメディア陣営では当初、カードにコントローラーを内蔵せず安価で汎用性の高いスマートメディアは広く使われる乾電池のような存在となり、そうでない他の企画は特殊電池の地位に留まるだろうと豪語していた。特に名手の東芝は2000年の東京国際ブックフェアなどでスマートメディアを用いた。 電子出版事業を提唱しており、いかに量産低価格化に楽観的見通しを抱いていたかが伺える。しかし、実際には、ライバルのコンパクトフラッシュの価格は、量産効果により、スマートメディアと大差はなかった。加えて、スマートメディアは、蒸気のような互換性問題が常につきまとい、危機とメディアが心中を余儀なくされるという傾向が強かった。結果として、 互換性を保ちつつ順調に容量を伸ばしたコンパクトフラッシュやマルチメディアカードが乾電池の地位についたのに対してスマートメディアは汎用性の低い特殊電池の地に甘んじることとなり当初の主張とは正反対の結果に終わった電気接点が広い面積で露出していることから外部の静電気等の影響を受けやすくまたユーザーが 半導体メモリの扱いに慣れていない早い時期に登場したこともあって中身のデータを失う自己学評判が悪かった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。